今回ご紹介するレンズは、フジノンの 55mmF1.8 初期型になります。こちらのフジノン 55mmF1.8 は、ここにある初期型の他に、この後に出てくる前期型とか後期型というふうに市場で呼ばれている、大きく分けて3つのタイプの 55mmF1.8 があります。この初期型とこの後に登場する前期型、後期型には決定的な違いがまずありまして、一つがこの鏡頭のデザインが違うということと、鏡頭の材質が異なっていると。まず材質がプラスチックが多用されるようになり、このローレット部分がゴムローレットになっているのが前期型以降のモデルになります。こちらの初期型は金属ですね。で、絞りのリングもここが金属になっていて、初期型の中にですね、このシルバーの絞りリングと黒い絞りリングのモデルも存在するようです。そして何より一番大きく異なっているのは、初期型はモノコート、シングルコートのレンズのコーティングになっているんですけれども、前期型、後期型と呼ばれるそれ以降のものについては、レンズフジノンのネーミングの頭の上に EBC というのがついて、マルチコーティング化されているということを示しています。ちなみに EBC というのはエレクトリックビームコーティングの略というふうに言われてますけれども、フジノンレンズのコーティングがマルチコーティングになった、なってるよっていうのを示すのがこの EBC コーティングっていうことですね。で、前期型後期型が販売 EBC となってですね、 EBC コーティングとなって前期型後期型っていうのが発売されていたんですけれども、どうやら同じ時期にですね、この EBC のついていないモノコーティング、シングルコーティングのレンズも併売されていたというふうな情報もネットで見ることができます。ですので、初期型のこのフジノンについてはシングルコート、モノコートのレンズのみで、で、前期型と後期型になって、要は鏡頭デザインが変わったそれ以降のレンズについては EBC の面を冠したマルチコートタイプと EBC のついていないモノコートのタイプの 55mmF1.8 があったというふうなことになるかと思います。で、最短撮影距離がこちらの指標にある通り 45cm、絞りバネの枚数は6枚ということで、 55mmF1.8 というレンズの初言からもですね、どっかで聞いたことあるなとどっかのレンズ、有名なレンズとスペック同じだというふうなことを感じ取られた方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、実は以前動画でご紹介しましたこちらのレンズ、スーパーマルチコートタクマの 55mmF1.8 なんですけれども、ですね、こちらも実は同じように、6枚絞りは6枚バネで、最短撮影距離は、45センチと、もう全く
今回のフジノンと同じスペックなんですね。で、実はですね、このレンズを入手した時っていうか、まあこの、タクマよりも先にこちらのフジノンを入手したんですけども、その時のレンズキャップは実はこちらのペンタックスのレンズキャップがついていまして、自分はてっきりペンタックスのタクマ 55mmF1.8 だろうと思って買ったんですね。よく目とかもその辺を見ずにですね、このキャップを見て、ああ 55mm の 1.8 なんだろうなっていう感じで、まあ、ほぼジャンク扱いでラップされてましたので、中見ることもできなかったので、そんな感じで、まあタクマだなと思ってカードオフのレジへ行ってお金を払って、確か3800円ぐらいだったと思うんですけど、払ってお家に帰ってラップを解いてキャップをふっと取ったら、あれフジノンみたいな、タクマを欲しいなと思って買いに行ってフジノンだったんで、一瞬残念だなと思ったんですけど、いやいや待てよと、こっちのレンズの方がどう考えたって弾数は少ないので珍しいじゃんということで、まあ一応手元に置いとこうということで置いといたわけなんですけれども、まあ最初来た時はここのですね、レンズのこのカバーの部分、この一番前玉を押さえるこのカバーの部分がぐずぐずに緩んでいたりだとか、あとこの今もちょっとこっち違和感があるんですが、このピントリングの動きがこう動きにもこうムラがあるっていうんですかね、状態だったり、絞りのまあリングが動かしづらかったり、まあこれはマウントアダプターとの兼ね合いもあるんですけれども、少しマウントアダプターの径が大きいのでちょっと触りにくいんですけどね、そういったものもあってなかなかこう撮影に登場させる回数は少ないんですが、でもシングルコートということもあってきつすぎない柔らかな写りであったりとか、あとは逆光時のこうハレーションであるとか、まあ、作例動画を見ていただければお分かりいただけると思うんですけども、ふわーっとですねハレーションが起こって全体的に画面のこうコントラストが下がるような写りであったりとか、まああとそのトーンのつながりが良かったり、前ボケ後ろボケが本当にこう、柔らかいボケになる特徴を持っている、まあタクマもそうだったんですけども、コーティングの違いなのか何なのかよくわからないんですが、こちらのフジノンのレンズの方がよりその前後のボケの柔らかさであるとか、ハレーションの具合であるとかっていうのがよりオールドレンズらしい写りだなということで、ちょっと使いにくいところもあるんですけれども、たまに持ち出して撮影しているっていうのがこちらのレンズですね。ですので同じスペックを積んでいるレンズでありながらも、ちょっと使い分けをしているっていうのが実情です。違ってきますし、シチュエーションが限られてきているんですけれども、こちら の, マルチコート版のタクマの写りは、まあ、現代にも通じる、しっかりとした写りであって、でこちらのフジノンは、オールドレンズらしいレンズの描写をするということで使い分けを、まあ、一応はしていますが、やはり使いやすさから言ってどちらかというとこちらのレンズを対応しているというのが現状ですね。こちらはある意図を持って撮影しに行くという時だけに出している、レンズに今なっています。長々といろいろ説明してきましたけれども、この後作例の写真を見ていただければと思います。それではどうぞ。